私もそちらの答えを化学結合にしました。やったね、私も一緒。わーい、この問題前にひなちゃん先生と一緒に勉強したところなんだ。ひなちゃん先生と勉強するようになってからはぐみの毎日と勉強は実はお友達なんだって分かったの。だから問題が解けるたびに仲良くなれてる気がしてすっごく楽しいんだ。毎日と勉強はお友達、確かにそうかもしれません。さすがですね。ただ夏休みの宿題を終わらせるという道のりはまだまだ長そうです。うん、まだ半分以上残ってるもんね。なんか私お腹空いてきちゃった。はぐみも、もうお腹がペコペコだよ。確かに宿題を始めてから時間が経ってますね。この辺りで一旦休憩にしましょうか。今日は特別なおやつを用意してあるんです。え、本当？わあ、なになに、どんなおやつ？これです。わあ、かき氷機だ。先日お仕事でパスパレの皆さんと夏祭りに行ったんです。その時みんなで食べたかき氷がとても美味しかったので、お二人とも一緒に食べたいと思い用意しました。わあ、ありがとう。イブチ、私早くかき氷食べたい。準備しますので少々お待ちください。お待たせしました。では始めましょう。私もやってみたい。はぐみもはぐみも。では交代でやっていきましょう。まずはタイさんお願いします。よし、それ。おお、氷を削る時のシャリシャリって音、いいね。
まだお腹空いてるかも。それならおはぎを用意しているので、それも食べましょう。やった。でもその前にかき氷をもう一口。あしてた備品の買い出しはこれで全部かな。少し休憩したら戻ろっか。あれ、あのお店の前にいるのは、おーい、イブちゃん。マリナさん、こんにちは。こんにちは。熱心に何を見ていたの？浴衣です。どれも素敵だなと思い、一着一着じっくり眺めていました。実は先日浴衣を着るお仕事があったのですが、改めて素晴らしさを知ることができたんです。なので最近は時間が空いたらこちらのお店によく見に来るようになりました。確かにどれも可愛いね。お気に入りはあるの？そうですね、お気に入りはたくさんあるのですが、白地に青の朝顔柄も大人っぽくて素敵ですし、こちらの大きな椿模様が入ったものもいいですね。あちらのリバーシブルの帯を合わせたら夏らしい色合いになります。いいね、イブちゃんに似合いそう。ありがとうございます。あ、こっちの浴衣はあゆさんと千里さんに似合いそうです。あの奥にある水色の浴衣はひなさんに似合いそうですし、その隣にある緑色はまゆさんに。あ、すみません、ついたくさん喋ってしまいました。大丈夫だよ。それにしてもイブちゃんは本当に浴衣が好きなんだね。はい、浴衣には日本の魅力がたくさん詰まっているので大好きです。大好きな浴衣を着てパスパレの皆さんとまたお仕事したいです。その時は教えてね。必ずチェックするよ。ありがとうございます。あ、すみません、そろそろ打ち合わせの時間なのでこれで失礼します。いろいろお話を聞かせてくれてありがとね、マリナさん。それではまたサークルで。